ペトレロマンはルーマニアの政治家、技術者である。首相、上院議長、外相、上院議員、下院議員を務めた。ブカレスト生まれ。1963年、電気工学を学ぶため、ブカレスト工科大学に入学。1968年に学位を取得。1971年から1974年まで、フランスに留学。 1989年のルーマニア革命で当格を表し、群衆によって選挙された国営テレビ局において革命の勝利を示すメッセージを放送した。ルーマニア革命によりチャウシェスク夫妻が処刑された翌日の1989年12月26日から鉱山労働者率いるミロン・コズマによる一連の暴動で、 政権転覆し首相の座を追われた1991年10月1日まで、務めた。その後、1996年から1999年まで、ルーマニア元老院議長、1999年から2000年まで、外務大臣を歴任。2003年には、民主自由党を離党し、翌2004年に、民主勢力党を結成、選挙に臨んだが、結果は振るわなかった。 2008年9月政府上級代表につき2008年11月30日に行われた選挙では元老院第43選挙区で国民自由党から出馬した。父のバルテル・ロマンは駅ナを N のイランダーと言い,いトランシルバニア系ユダヤ人であった。バルテルはスペイン内戦に国際旅団の義勇兵として参加したコミンテルンの活動家で ルーマニア共産党の著名な党員でもあった。母のオルテンシア・バレーホはスペイン系で、二人はモスクワで結婚した。私生活では1974年にミオアラ・ジョージャスクと結婚。娘オアナを設けたが2007年4月7日に離婚。代わってルーマニア正教会の儀式にのっとり、シルビア・チフィリエックと再婚した。 66の民主主義国における元国家元首の世界会議であるマドリードクラブの会員でもある。ありがとうございます。